お元気ですか、ボクシムです。今回は直筆カード総集編第2弾。今回はですね、直筆サインカードでございますが、ファイターズ以外の直筆サインカードでございます。プロ野球選手以外の直筆サインカードもございます。早速見せたいと思います。まずはですね、こちらオリックスバファローズでございます。阪急ブレーブス、オリックスブルーウェーブで、近鉄バファローズも含まれております。でこっちね、山本由伸投手でございますよ。日本代表にもね、選出された方でございます。で、松永博美選手ね、日本人のスイッチヒッターのホームラン王でございます。で、こちらね、元近鉄の、オグリビー選手でございます。こっちからね、千葉ロッテマリーンズでございます。千葉ロッテマリーンズでね、まずこちら、種市投手でございます。で、これ松田直也投手は結構これ貴重なカードでございます。で、こっからね、楽天イーグルスでございます。楽天はね、こちら、松井裕樹投手でございます。で、これは則本投手でございます。で、今、中日に移籍しました、涌井投手でございます。で、ここからね、ソフトバンクホークス編になります。南海ホークスや、大英ホークスもね、含まれております。で、こっちはすごいんですよ。これね、津森選手、背番号11なんですけど、こっちは11分の11というね、11っていう数字が3つ入っているというね、珍しいカードでございますね。こっからすごいんですよ。なんと海外行った千賀投手ですね、柳田悠岐選手です。で、柳田悠岐選手はね、日本代表をね、自分からね、外していきましたけどね、まあ、仕方ないところでございますけどね。頑張ってくださいと。こっちからね、南海ホークスの選手でございます。で、こちら埼玉西武ライオンズ編でございます。西武ライオンズ編の方もね、含まれております。西武ライオンズ編じゃねえな、西武ライオンズですね、失礼しました。で、こちらね、渡辺健人選手でございます。これね、1枚しかない貴重なカードでございます。で、これはね、隅田投手でございまして、こちらがね、平投手にもございます。で、こっからね、ヤクルトスワローズ編でございます。ヤクルトはですね、結構ね、数が多いでございます。はい、ね、今はね、引退されている選手や、敵地の方にもね、行っている選手もね、含まれております。で、これで1冊目は終わりたいと思います。次は2冊目に行きたいと思います。はい、2冊目に行きたいと思います。で、こちらですね、中日、ごめんなさい、ヤクルトスワローズのね、続きでございます。こちらね、田口投手でございます。田口投手はね、ジャイアンツの、ね、時代だったらね、なかなかね、手に入らなかったんじゃないかなってね、思ったりもしています。で、こちらね、こちらからね、阪神タイガースのね、カードでございます。中西選手もなかなか懐かしい選手でございます。これ、アリアス選手でございます。アリアス選手で初めてチケット外国人のね、直筆サインカードが手に入ったんじゃないかなって思ってはいます。で、木浪選手に、これはレジェンドのね、藤井選手と藤田平選手でございます。監督経験がね、ございますね。で、こちらでございます。で、ジャイアンツはですね、この王貞治選手だけでございます。
なかなかね、入るのは難しいのでございますけどね、後ほどね、もし手に入ったらね、またこういった紹介もしていきたいと思います。でこちらからね、広島東洋カープでございます、高橋選手でございますね。はい、高橋義彦選手もなかなかね有名な選手でございます。あ、長川投手もね有名でございますね、抑えでしたよね。でこれはクリアレン投手で、こちらが大瀬良大地投手でございます。でこちら田中康介選手でございます。弟さんがね確か横浜にねいらっしゃいますよね。でこちらから中日ドラゴンズの選手でございます。で谷重元信さんで元監督でもいらっしゃいましたし、でこれ高橋ね、高橋選手でございます。中日はね比較的ね少ない方でございます。こちらね、横浜 DeNA ベイスターズでございます。横浜ベイスターズや太陽ホエールズでも含まれております。横浜の方はねこちら海老名選手がね、ルーキーカードにね出てきましたし、でこちらねなんとか三浦大輔監督のね直筆サインカードも手に入りました。でこっからがですね、プロ野球選手以外のカードになります。こちらメジャーリーグですね。でこちらバスケでございます。でこちらね、大相撲力士2人でございます。でこちらカーリングの選手でございます。で J リーガーはですね唯一1枚手に入りました。でこちら永田克彦選手レスリングの方で、お兄さんの方はね永田裕二選手でございます。これでね2冊目は終わりました。次3冊目に行きたいと思います。次3冊目に行きたいと思います。で3冊目はですねこちらですね、柔道の高藤選手もね含まれております。でこちらですね、これすごいですよ、水谷隼選手、今はね引退されてまして、解説者でございますけどね。でこちらですね、元プロレスラーの中西学選手と元大関琴奨菊の秀ノ山親方でございます。でこちらねなんと手に入りましたよ、リーチマイケル選手でございます。なおですね、プロ野球カード以外のカードはですねご覧の通りねこの線にね黒いね、入っております。で最後はねもうレジェンドの2人でございます。今も現役のね藤波辰爾選手と今年から海外に来ました三浦知良選手の直筆サインカードでございます。おっとごめんなさいね。実はねこれでまだね実は終わりじゃないんですよ。まだね直筆サインカードねあるのでね紹介したいと思います。まずはですねオリックスバファローズの太田亮選手でございます。続きましてね、日本ハムファイターズのですねこちらですね、こちらは島田選手かな、はい。でね、同じく日本ハムファイターズのこちら北海道の方ですね、今は OB となってます田中健介選手でございます。続きましてね、こちらもね、すごいですよ。武田勝選手でございます。で、広瀬哲郎選手でございます。でね、横浜ベイスターズのですね、こちらですね、細川選手でございます。
で、こちらね、太陽ホエールズでございますけどね、こちらはですね、二浦選手でございます。こちらはね、実際にあのマスタードリーグで、ね、札幌アンビシャスとして、生でね、見たことがございます。で、こちらね、横浜ベイターズでこれね、田中選手でございます。田中和則選手かな。で、こちらですね、横浜、これ同じくね、これ横浜 DeNA ベイターズですね、エドウィン・エツコバー投手でございます。ちなみにね、日本ハムにもね、在籍したことがございます。で、日本ハムファイターズからですね、こちらですね、バーヘーゲン投手の直筆サインカードでございます。はい、まだまだございますよ。で、巨人軍からですね、2枚目でございますけどね、こちらはですね、松本、これは、ただ選手ですかね、レジェンドでございます。で、同じくね、日本ハムファイターズからですね、こちらですね、クルーズ選手でございます。で、オリックスバファローズのね、佐藤義弘投手でございます。先ほどね、このファイルにもね、佐藤選手の直筆サインカードございます。これで2枚目でございます。はい。以上でね、プロ野球カードですね、第2弾の方ですね。ファイターズ以外の直筆サインカードをね、見せてあげましたけどね。まだね、実は直筆サインカードね、まだね、あるんですよ。今度はですね、第3弾は、女性アスリートでございます。女性芸能人とか、有名人もね、含まれております。明日やりますので、もしよかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。